ヨミさん、あの、なんだっけな、ヨミさんね、話全然飛ばしたけど、峠って字あるじゃないですか、峠。そう、山の上下ね、うん。あれはなんか中国から来たやつを日本人が変えて、日本語にしたみたいですよね。ああ、そうですか。ねえ。だから日本人はそういうふうにね、こう。山の上下。変えちゃうんだね、うまくこう、変える。ねえ。おしゃれにね、変えちゃうんだね。変えるらしい。それで、もともとはほら、漢字が あの中国の方から来たんだけど、それこそその草書、草書から、うん、もっとうんと崩してひらがなに。そうそう、ひらがなに。そうそうそう。ところで、山奥さん、ちょっと書いてもらいましょう、何か。はい。ね、じゃあ、はい、永久の A を、なんとなく書いてみてください。永久の A。なんとなく書くの気にしないでいい。あれだ、どういう。チーム A って、あの長い字ですね。氷みたいな字ですか。氷、こうそう。氷みたいな、あ、そうですね。氷は左点がほら、これの上だけど、一番上にこれや。こういう字やった、うん、ね。あ、それは何？それ永久の A。永久の A。あ、違うか。そうそうそう、それでいい。そう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 。なんか書けない。ちょっと墨が濃いからね。ここも跳ねなくちゃいけないことですよね。うん。これ、ここが太くなってる。はい。はい、あのね、うん、はい。点は斜めね、はい、これ、うん、いい点ですね、はい、はい、ここをこう引きながらこう、うん、はい、ここトンと止まってこう、それからここで一回今度はまたトンとやって、それでちょっとこう来てまっすぐ、うん、それでちょっと前払ってこうね、さすが先生、こう、はい、それでここでもそっかそっかそっか忘れてた、そっか、はい、そうでした。それでこうここで一回止まってこう、うん、ね、はい、こういう風でさっき言ったこのね、この基本点画ってあるでしょ、はい、この基本点画、うん、それがここに8種類入ってるみたいに、それで英字八方って、まあ昔からこの字を最初に習うといっぱいいっぱいその筆法が入ってるからって、これで速力力敵なんちゃらっていっぱいあるけど、私どれがどれだかよく覚えていません。で、金村さん素晴らしいじゃないですか。これ、うん、ダメですよ。でもこっちは空いてる、そこ金村さんのくっついてる、ここちょっとだけ空いてる、うん、あのこっちが空いてこっちはくっつけたくっつけた、うん、こっちね、そういうことで、はい、うん、そういうことで、はい、あの一番直すところはここね、あの、はい、横、ここもそうだけど、ね、横から縦角にあの移行するっていうか、こういうところを転接部分って言うんですね、転接、まあ転か、転接、うん、折れるっていう、うん、そういう時にはもう一回筆を入れ替えて打ち直してっていうことですね。確かに忘れてた、はい、そうですね、はい、はい、結構大胆な性格ですか。はい木村さんはいくらかあれですか、おとなしいというか。うん、そうだね、これね、これだと字、うん、からするとね、字で字に出ちゃいますね。そう、みたいですよ。私も結構大きいんだけど、ほっとくとどんどん大きくなる。すごい、初めから大きいですもんね。そうそうそう。ダイナミックに描いてしまって、うん、うん、だからいいと思いますよ。すみません、うん、これからの女性はどんどんダイナミックに、はい、ここへ置きましょう、こうやって、はい、はい、そうしたら横角いきますか。そしたら大雑把にここでやりましたけど、斜めの点ね、はい、これね、まずは筆の持ち方は2本で持って3本を添える、ここに大きい穴が開きます、はい、それでここは肘を張って、ここへ大きいボールが入るぐらいにして、こういう姿勢、うん、はい、それでここから机からは約一握りというかのぐらい開けて、背筋は伸ばして、左手は髪を動かないように押さえてという、これが
あのちゃんとした姿勢、書くときの姿勢、こういうね、はい、筆が立ってるっていうことが大事みたいですね。はい、それでこここう引きこれ回転できますか。あ、待って、待って。木村さん、これ、はい、あの回転できますかね。回転。これ。こうやって回転。そう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 。回すの。この3本は添える、添えてる。ああ。残りの3本は遊ばせないで、こう。日本でこう回すわけね、こうやって。違う、この3本も添えておくんですよ。あ、添えておくの。はい。それでこう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 すれば回りますか。はい。これでね、こう引きながらこういうふうにこうこっちをこう引いてみたことです。いい？そしたらこここう引きながらこういくとこういう三角の点が打てます。やってみてください。あの同時に2つのあれだから難しいかもしれないけど、はい、ちょっと違う、ずれちゃったな。いいですか。はい、あ、筆はこの辺持って、もうちょっと下ですね。はい、はい、いきます。はい、こうですね。うん、これこうこういうふうに引きながらこう回転させる。そしたら三角の点、はい、ができますでしょ。本当だ。はい、この筆はちょっとあの難度が高いかもしれない。この筆の方が使いやすいかもしれない、はい、失礼だけど初心者には。これはね、まっすぐ引きながらこうやってるんですよ。いきますよ、こう、ほら、ほら、うん、三角になるでしょ。なる。はい、こう引きながら、こう引く、こう、ちょっと右に。そうしたらほら、三角の点ができるでしょ。はいはいはい。ね、はい、これが一つ。はい、次横角いきます。はい、斜め45度でこう入ります。それでこう進行方向とともにこれがこういうふうにいって、穂先がこうお尻がいい。それで最後ふっと上げといて、先っちょは残しといて、ここでトントントンね、45度で入って、ちょっとこうお尻をこうあれして、こういってふっとあれして止める。はい、これが横角の描き方です。それはここからここへね、ここまでの45度、それでこういってこうふっと上げといて、先は残しておくんですね。それでちょっと上上がっといて、ここで斜めに、そしたらこう切れるね。ちょっと大胆すぎた。ああ、でもいいよ、45度で行ってこうしてね。はい、はい、そうです、そうです。手は残しといて、そう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 はいはいはい、ちょっとらしくちょっと待ってきた。ここね、こう行って、この進行方向とこう行ってるとね、穂先がこここっち通るでしょ。うん、こう行くと、はい、ここね、ちょっと難しいけど、こう進行とともにこう一直線になるように、こういう風にして、それでふっと止めて、この穂先をちょっとこの上の方へこう斜めに持っていっといて、ドン、はい、そうしたらこうこういう、かっこいい、はい、あ、そう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 、残しといて、そう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 、さっきと違う、さっきと違う、今がいい、ちょっと上達してきた、そう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 、店の教え方がいいから。まあ私はほら何十年もやってるから、
ミノタウンは初めてだから、まあ一応ね、違いは昔だけどね、全然、うん、だからそんな何でもやってないですからね、うん。